Thank you for joining us today. Can you tell me what do you think about your own work? 好きな脚本で好きな感じに映像が撮れるっていうのはあんまりないのですごく楽しかったです。Where do you think you're heading in the future? 自分の得意なことを生かして、まあ、いっぱいお仕事をできたらいいなと思います。Can you tell us a little bit about what you think of your own work?5分もの、ショートムービーっていうのは初めての経験だったんで、とても脚本作りに苦労しました。もうすごいいい経験だったと思います。Where do you think you are heading in the future? いろんな方に助けられてるんですけど、その人たちにこれからいい仕事ができたねって言ってもらえるような、そういう作品を楽しく作っていきたいなと思います。Is there a particular person in the industry?That you felt has guided you the most? 今回作品を作るにあたって支えてもらったスタッフの皆さんには非常に感謝しています。Which works have you seen at AdFest that have inspired you? 過去のファビュラス4の作品は全て影響を受けていると思います。どれも素晴らしいアイデアに満ちていて、クオリティもものすごく高いと思いました。Is there someone in particular in the industry who you feel has inspired you the most? いろんな人にすごい支えられているんですけど、今回ファビュラス4っていう作品作るにあたっても、もういろんなプロフェッショナルの方がいろいろ手伝ってくださったので、とても助かりました。Are there any works that you've seen in AdFest that have inspired you? 影響かわかんないんですけど、印象深かったのは去年のファビュラス4で、私の先輩が作ってたスイーツギャングっていうのは、こういうショーがあるんだなってことを知るきっかけにもなったので、ちょっと印象深かったです。 Where do you think you're heading in the future? そうですね、映像でしかできないことっていうのがいろいろあると思うんで、広告っていうのはその映像以外にもいろんな媒体で流すものがあると思うんですけど、その映像にしかできないものを突き詰めて、それを探り当てれるようなディレクターになれたらなと思ってます。Is there a particular person in the industry that you feel has inspired you the most? 日本のディレクターのキャビアに所属している中村武さんです。Thank you. Thank you.